アストラ遺跡に眠る謎 GO! 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 挑戦。頑張っちゃうからね。よし、やっていくぞ。ほいほい。前回ね、このキャラクターをガチャで引いたので、これでやっていますけど、なんか分かんない、多分強いんだと思うんだけど。危ない、これ飛び出てくるぞ。よし、オッケー。ほら、うわー、暗い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 。どこら辺、ここら辺いる、ここら辺か、いるのか、敵はいんのか、ここら辺か、どこだ、いんのか、これか。おうおう、オッケー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 。よーし、宝箱ゲット。でこっち進んでくんだね。よし、ほれほれ、オッケー。どんどん進んでこう。危ない、これ飛び出てくるやつだから。そう、タプ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 、いいね、余裕だ余裕だ、いけるぞ。なんだこれ、ほい、それ、よし、オッケー。でこれ、これなんだ、これどうやって、あれ、これどうやって行くんだ。こっちもあったな。あれ、あ、オッケー、わかったわかったわかった。あの、なんかダイヤモンドみたいなやつを攻撃すればドアが開くのね。オッケー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 、容量わかったぞ。ほら、骸骨、よしよしよし、宝箱開けてこれを攻撃する。あー、オッケーオッケーオッケー、開いたね。これも壊しとく、これも壊しといた方がいいんでしょ。あ、 HP が回復すんのか。オッケー、どんどん進んでこう。おっと、危ない。よし、ゴー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 。お、なんだ、中ボスか。おら、おら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 、はい、これ開ける。回復回復、あん中には回復が入ってんのかな、箱の中には。ほら、やばい、毒みたいの受けてる。まずいまずいまずい、死んじゃうかな。これ進んでって平気。お、これはなんだ、遺跡にたどり着いたのか。解読するのに何十年かかるか、カイルさん。それにこの壁画、間違いない、飛行島だ。え、ないもん、全クリ飛行島見っけたんか。あれ、敬愛する君へ、これを読んでいるとき、きっとアイリスさんはこれが読めるのか。読めるのか、遥か昔に失われた言葉だぞ。さすがアイリスさん、わかるんです、なんとなく。続き読みますね。はい、お願いします。罰を受けよう、禁忌を犯した報いとして、闇を抱え永遠へさまようことが償い。あれ、何か、もう全クリ近い、悠久の果て。あれ、もう全クリ、この地を訪れたならシャープ2にして、もう全クリか。さらなる罪の始まり、その日が来ないことを願い、ここに光の翼を封印。光の翼が封印されているのか、ここに。光の翼、ここ、ん、何、アイリスは飛行島、この遺跡に封じられてるっていうのか。え、それを解放するってこと。アイリス、キャトラ、こうっていいのかな。ダミー、アラミーレ、リーベト、うわ、なになになに、なんか呪文唱えてるぞ。な何が起きてるっていうの。おお、封印が、封印が解かれるぞ、これ。君が光の翼を望むなら、その名を祭壇に刻め、行きましょう。はい、行きましょう。この奥に光の翼が、飛行島があるはずです。おお、ワクワクしてきた、ワクワクしてきたぞ。奥に進んでくんだな。オッケー、俺毒食らったまんまなんだけど。
あ、宝箱がある。これ開けよう。よし、オッケー。どこだ、奥奥奥。地震止まないね。大丈夫かな。いきなりぐしゃっと潰れたりしないよね。耐えてもらわなくては困る。まだまだ調査したいところが山ほど残っているからな。え、これ制限時間内にここから抜け出せとかないよね。どうやらあそこが最終地点みたいだな。飛行地な。いよいよか。抜け出せみたいな感じだったら俺どうやってここまで進んできたか覚えてないからね。どこだ、こっちか。あ、これだ。これをオッケー。てか毒食らってるんだけど、これ大丈夫？これも早めに行っちゃないとか。行っちゃうぞ行っちゃうぞ。うわー、なんだこれ。いやいや、画面入ってない。ドラゴンだ。ボスだ、ボスボス。謎のドラゴンが現れた。やばい。ドラゴン、冗談だろ。なんでこんなところに。ドラゴンも一緒に封印されてたってこと？光の翼の守護者。ああ、守ってたってことね。飛行島を。うわー、ぐほー、やばいね。逃がしてくれるつもりはなさそうだ。戦うしかないのか。ごめんなさい。まさかドラゴンが眠っていただなんて。大丈夫よ、任して。俺は俺の意志でここに来た。別にアイリスのせいじゃないさ。そう、俺もそれが言いたかったんだ。行くぞペコ、行くぞ、任せろ。いや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 、もうここで、ほら、あ、わかった、これを使え。どうしゃー。よしよし、いいぞいいぞ。相手の HP どこに移るんだろう。移んないのかなこれ。うわ、いけ。どうしゃー。あれ、え、あれ、クリアしたん。え、クリアしたん。あ、ミッションクリアしたみたいだ。いつの間にか、あれ、なんか、あれ、ビクトリーみたいな、なんかそれ期待してたんだけど。あれ、マジか。おー、あ、これが、わ、あれだ、封印が解かれた飛行島だ。びっくりした。私たち今雲の上にいるんだよ。あ、飛行島に乗ってるんだ。ねえ、向こうに見えてるあの島って。というわけで、ストーリーを進めたらですね、なんかこの飛行島で暮らすことになりました。クラスでいいのかな。そしたらなんか建てられるみたいよ。もう全然わかんないんだけどさ、もうどん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 この誘導されてどんどん進んでいる感じなんですけど、ん？なんか建てられるぞ。どこに建てればいいんだこれ。家の後ろとかにしとく？家の後ろに建てようか。ここでいいのかな。はい、イエーイ、なんか立つ。お、タップ、お、コンプリート。定期的にゴールドを獲得できます。へーへー、掘り当ててくれるんかな。イエーお、なんだこれ。別の島に行けるようになってる。飛行島で飛んで行けるってことなのかな。わーおー、大冒険が始まるね。いいね、いいじゃんいいじゃん。という
わけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。なんかもうこの白猫プロジェクトにもう押されて押されてもうわけのわからぬまま進んでおります。私はもう自分がやってることが合ってるのか合ってないのかも分かんない状態で進めております。なので、皆さん間違ってたらそれちょっと違うよっていうのを教えていただければありがたいです。そんなわけでまた次回動画でお会いしましょう。そんじゃお疲れ様でした。またねー。